はい、皆さんこんにちは。ごきげんよう。髪の毛ひどい。今日の YouTube はですね、私がタイに来て怖すぎるバイク、タイに来てシルクを作るっていう YouTube を上げてきます。髪の毛上げてる、怖いね。タイでシルクのオーダーメイドシーツを作りに行く YouTube を撮っていくで、イエーイ。で、なぜ私はバイクをタイフに乗ってるかというと、タイってすごい渋滞するので、バイクだとすっごいオンタイムだから、命をかけて今からシルクを買いに行ってきます。ごきげんよう。グリちゃん、タオちゃん、はい、みなさんこんにちは。ごきげんよう。今日の YouTube ではですね、私がニューヨークに来たので、ニューヨークでちょっとウィークエンドのトレンチコートの撮影をニューヨークのモデルさんとカメラマンさんにお願いして撮っていくやつを撮っていきたいと思います。実は飛行機12時間半乗って着いて、そのままこの撮影場所に来たので、すっごいクタクタです。でも頑張るで。はい、でも景色完璧。じゃあ行くで。ごきげんよう。ニューヨークのスーパーマーケットのトレーダージョンズでやってまいりました。ここでちょっとしたもの買っていくわ。まず、買ったのはじゃん、バナナ。これは、子供の頃にみんなが怒られた、売り物に座ってはいけませんを無視しながら、ここから無事に取ります。ちゃんとね、もう傷んでるやつとかね、だからよく見ないとあかんですね。じゃあ行くで、次。あ、すごい広い。思ったよりも、あなたいつも何買うの？昆布茶。昆布茶？昆布茶。いや、もうどんだけあんなニューヨークアカンでしょ。昆布茶、日本人の体に合わへんと思う。バリバリ飲んでる毎日。そう、ほんまにほんまに。何が好きやろ私、セロリスティック買ったらさ、いつもここのフムス買ってね。あ、フムスめっちゃ美味しいよね。美味しい美味しい美味しい。このメリトレニアンスフムスが好き。食べられへんね、ほんまに。小さいのもある、小さいのもある。ガーリックフムスかな。ガーリックフムス美味しい。美味しいよね。美味しい美味しい。はい、ローストガーリックフムス買います。はい、次。でジンジャーショットね。あ、ジンジャーショットや。そう、この辺怖い。グリーンティー、甘いやつ。あ、怖くない。グリーンティー、ウーロンティーもある。え、あ、ウーロンティーと抹茶があるねん。あった、抹茶グリーンティー。あ、そうそうそう、これとこれがウーロン茶。これが美味しいの。美味しい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 。いや、ほんまにほんまにほんまに。ティーバッグで作るわ。ほんまに美味しい。ちょ、黙ったと思うんで飲んでほしいぐらい。こっち飲む。じゃあ、私こっち。これでも歩くの重いね。大丈夫、持てる持てる持てる。ジンジャーショット、ジンジャーショット。はい、ジンジャーショットです。本当に効くで、このジンジャーショット。間違いない。風がならない気がする。ジンジャーショット2個。あなたはボンブじゃやろ、どれ。いや、私大丈夫大丈夫。じゃ買っとこうかな。すいません、トリオロジーのやつをお願いします。これのこれ。はい、なんだこれ、もう怖いって。怖ない怖ない。すごい沈殿よ、あんた。怖ない怖ない。これ毎日飲んでる。本当に毎日。サラダ美味しそう。サラダ美味しそう。見てくれ、サラダとか完璧。しかも別に高くないやん。高くない。え、どのサラダが美味しいか知ってる？いや、私長いことここのサラダ買ってないから。長いこと買ってない。なんで怖いの？いや、怖ない怖ない。え、なんかサラダ屋に行ってまうみたいな。そりゃそっちの方が美味しいもんね。ここに来たら自分で作るみたいだね。あ、逆にね。逆にね。じゃあ自分作るべき。いや、まあまあ、ここまでもう入ってるしね、もうカゴにね。もう吸い込まれてはるから。このスープ、スープ美味しいよね。美味しい美味しい美味しい。ただ重いわ。重いな。こんなスープに変わる。今日は、お菓子は右。美味しいポップコーンある。お菓子は右です。はい、ありがとうございます。で、ポップコーン、こっちのめっちゃ味薄い。し、塩気少ないみたいなのが多い。なんで？なんでやろ、むくみたないんかな。これが一番オーガニックの味薄いポップコーン。この味薄いの嫌や。あのムービーが一番味ある。これ、うん、安っ。だからムービーシアターポップコーン、これ買います。終わりやわ。あの伝説のカバンないねん。あ、そう、なんかトレーダージョーンズでさ、この今さ、動画撮ってくれてるのはさ、マギさんっていうさ、ニューヨークの友達やねんけどな。アメリカ中の若い女が求めて買われへん小さいバッグがあるんやろ、トレーダージョーンズ。そうそうそう、小さいエコバッグが。そんなん売ってるかな、ここに。絶対売ってないよね。売ってたらみんな走ってると思う。私も走った一人やからね。本当に買ったんじゃん。え、なんかミーハーな気持ちで買いましたよ。
2色は持ってる。でもコンプリートしたの4色あるけど。もうえってそんなコンプリートしてない。手ぐらいなんや。そうそう、大人気。バッグ買うわ。バッグいらんかな。え、全然あってもね。だから使うって、ね。うんうんね。こういうのってさ、美味しいの食べたら。美味しい美味しい。え、でもなんか初めましての味。やめます。え、これめっちゃ集中力必要ない。大丈夫、左のおじさんがあの導いてくださる。ジャージーのバッグになったんやって。今ここニューヨークやけど、なぜか。そして彼はなぜかは分からへんよ。ありがとうございます。なんでもないです。はい、ということで帰ったね。イエーイ、これを買ってホテルに帰ります。グッバイ。